ロケ地探訪シリーズウルトラ Q 第12話鳥を見た。懐かしの特撮ウルトラ Q のロケ地をご紹介。今回はウルトラ Q 第12話鳥を見たのロケ地です。冒頭、動物園の飼育係が倒れていたシーン。東京都武蔵野市にある井の頭自然文化園で撮影されました。井の頭自然文化園は井の頭公園の一角にある都立の動物園。当初は上野動物園に匹敵する一大動物園が構想されてましたが、戦時中のために予算と物資が不足したため自然生態観察園という趣旨に変更されて、1942年5月17日に開園しました。ゾウの花子は上野動物園で飼育されていたゾウの花子の名前を継いだ2代目で、1954年に上野動物園から井の頭自然文化園に引っ越しました。飼育されたゾウの最年長を記録し、2013年1月66歳で国内最高記録も更新しましたが、2016年5月26日69歳で亡くなりました。バイキング船のような古代船が現れるシーン。合成画面での湾全体の俯瞰のカットは神奈川県の真鶴港です。真鶴港のある真鶴半島の先端部分に魚付き保安林という場所があります。海に落ちた森林の落ち葉や虫の死骸などが海中のプランクトンを育成し豊富な漁場になるということが昔から経験的に知られており、魚付き保安林とはそうした公共目的を達成するために農林水産大臣または都道府県知事によって指定されている保安林の一つです。もともとは徳川時代に度重なる大火による木材調達のため、小田原藩が15万本の松苗の植林をした森で、真鶴町の人々は親しみを持ってお囃子と呼んで大切にしているとのことです。明治維新後は皇室御料林となり、戦後になってから真鶴町に払い下げられたそうです。三郎少年が船を盗んでやってきた浜の小屋のシーン。伊豆の弓ヶ浜で撮影されました。伊豆半島の最南端にある色尾崎岬の近くにある弓ヶ浜海岸は 1km にわたる弓状の白砂ビーチで、日本の渚百選に選ばれており、2009年に行われた環境省海水調査で国内最高ランクの透明度 AA 認定されました。警官隊が黒を捕らえて護送する車を三郎少年が追うシーン。神奈川県にある福浦港で撮影されました。このシーンは旧真鶴街道から福浦港へ行く坂道が使用されています。満場目たちがスカイラインスポーツを止めたシーンもこの付近で撮影されました。
サブローが小舟を盗むために堤防を行くシーンも福浦港の堤防です。ちなみに古代船が現れた真鶴港は真鶴半島を挟んで反対側にあります。ラストの苦労を追うシーン、千葉県の平沢浦海岸にあるサンドスキー場からすぐ南の海岸で撮影されたそうです。平沢浦海岸は房総半島最南端の房総フラワーライン沿いの自然海岸で、磯の多い阿波地方には珍しく約5キロの砂浜が弓なりに続いています。通称立山砂丘と呼ばれている砂山は平沢浦を望む天然のサンドスキー場です。海岸の砂を風が運び、それが山に堆積することで形成されたとのこと。全長200メートル、高低差は20メートルにも及び、関東随一の規模を誇ります。以上、ロケ地探訪シリーズウルトラ Q 第10話は鳥を見たのご紹介でした。次回もお楽しみに。